正面からめちゃくちゃ、うん、正面からはめちゃくちゃ来よるなこの状況で釣りすることってあんまないっすよね所詮でこれはきついなあ。確かね、ここら辺から向こうまでなんですよ。台は。海水浴場の方、なんかもう行かんような感じになっとんで。うん。こっからもう向こうまでですね。一番向こうの橋ですね。まあなんかもうも多そうな感じやし、見えてますね。なんかヤバげな感じですけどね。まあとりあえずやってみますか。あ、そうやな、よるけどしゃあ、ほんならちょっと1投目まずやりますよ。回収しまーす。なんかついとるとは思うんやけどな。グーフーグーフーはい、はい、本日の有明浜はこの状況なので、魚は釣れませんというわけでございましてね、はい、移動観光いたします。移動感じに投げてますか。いや、もうそこへ。あ、そこ一色ぐらい。一色ぐらい。うん、いっちゃんどんな？全然かい。いや。お、なんかおるやん。当たっとったんこれか。ああ、テテカミさんっすね。お、テカミおるんやな。うん。そこがヘドロ。手紙がおる。しか今までの情報だったら、これが釣れたらキスが釣れんっていう情報やったり。うん。潮が流れよらん。最近釣れんとかいう情報やったよな。いかんや。今目撃したで。なんかコーンって言うな。いや、そこは当たる。虐待事件やな。何、重りのこのブレで。お、何これ、うん、あ、ダブルや。目落ちが上、キスこれキスちゃうん。ちっさ。うわっと、キスやもう恥ずかしいから騒ぐな。あやったー、キスやー、キスやこれちょっと30センチに見えんかな、これ。もうこの辺ぐらいまで来たらな。うん、やりました。これ、尺ギスぐらいあるんちゃうん。ねえ。おい、ダブルやで、しかも。これ、ハゼ。ハゼやねんか。
ちゃんと釣れてますよね。まあまあ一応。あんま騒ぐな。あんま騒ぐな。20センチ超えんかったらもう騒いだらあかん。これ10センチあるんかな。あーやった、10センチある。あまあまあ許したら。ちょうど10センチ。線のところぴったり10センチです。あ、まあな、重たないけんな、その方が。ずーっと手持ちでやんじょらないかんけんな。やっぱ、重いリールってちょっと負担がかかる。あ、当たった。やっぱ3色やな。全然ちゃうやろ。3色ドラニーやな。何？イーペーコーは？イーペーコー、あ、イーペーコーついてないな。3色。おお、当たんよるな。当たりありますぜ。目こちの当たりやろ。目こちの当たりかもしれんな。それは否定せんわ。ああ、餌は持っとるな。目こちの当たりがもうビンビン伝わってくるわけやな。釣れとる。おやりますね。いや、今日竿頭ですよ。天ぷらにもしにくいレベルやで。いやいやいや、唐揚げ唐揚げで十分十分。竿頭3枚目竿頭3枚目来たで。これキスやろ。よっしゃ、回収しよう。まあまあええ当たりだけどな。うん、カメラはそこあるやん。うん、さあ、お、来とるぞ来とるぞ来とるぞ。おお、ほれほれ、やったでやったで。お、しかも肩ええ。やっとるで。よいしょ、やったー。はいはい、どうもやりました。はいはい、ナイスボディナイスボディナイスボディですよ、これ上の方は。ほれ、ナイスボディのキス。もう、これだったら十分っしょ。うん、なんかね、釣り方わかりました。釣り方がわかりました。あの、移動時間は釣りの中に入るんですかみたいな。みかんはおやつに入るんですかみたいな。遠足でよくみかんとかバナナとかってな。うん、バナナやな。おー、当たったよ。当たったよ。みかんやバナナやよって当たったよ。向こうの岸際の方がええんかな。うん、なんかおるな。ついとんな。なんかおるな。いや、色はキスや。うん、やったー、4つ目ちっさ、やりました。4つ目なんで目ごち。あ、ついとる。おお、目ごち、目ごち。もう、あ、上なんかおる。ダブったね。ダブルや。うん、いや、ハゼット。まあ、こんなもんさ。いかんな。何が3色やったらキスや、嘘ばっかりやったら。めっちゃ切れとるやないですか。もう、切れてないですよ、切れてないですよ。何が3色キスや、その、俺もなんかそれ思うわ、それ。よっしゃー、キスやー、ウェーイ。おるやないですか、ホラン。よっ、お、ダブル。はい、やりました、キス。ポロポロやけど、食い寄りますよ。おーし、当たった当たった当たった、当たったね、当たったね。なんでや。もう俺はショックを隠しきれんわ。
それなんでこそこそ言うんだ。全部マイクが全部拾っとるわ。場所もあるかもしれんて。どういうことですか。何が？何が？ああ、うん、多分。まあ、やぐらわかるわ。ひとみばあちゃんね。あれまた種類が違う。種類が違う。ちょっと震えとかな。あ、そうそうそう。ひとみばあちゃん釣り選手権なんじゃろうな、これ。当たりですか、当たりですか、昔はもっと、よかったんですけど、この震えがいいかもわからんね、これ。誘いになる。誘いになる。もうあ行しか言わないですか。起きたー。なんでやねん、なんか腹立つわ、ほんま。ほんま分からん。乗ったで。お。謎の現象やな。天秤が縁かわからん。せやな。使います？うん、いや、お断る。お断りされた。重り変えてみよう、ほら、うん。まあなんかありますよね、そういう。重りを変えますか？天秤変えますか？重りを変えます。当たりも広いな。ほい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 。まあまあ、まあまあではないか。ちょっとちょっとちょっとだけ、うんうん。うん、なんかついた。お、キスや。ダブルや。よいしょー、ダボーダーブルパチンコー、あっち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 、はい、ダーブルーダーブルシロギスということで、あたかる、なんで当たらへんだろう、不思議なの。あ、おらん、おらん、あ、引っかかった、なんでこんなとこ引っかかんねん、魚に引っかかれやへん。いや、キスの2両場よりも価値あるわ。これでかい、でかかっちょ、おお、不明ごっち、複雑。やりましたね。すごい。はい。ああ。大将芸やな。はい。はいはいって言うけど。あれ、取ってよ、取ってよ。ああ、俺が取るの。俺なんでこれで取らないか。25で。顔が映っとらんな。ええ、減免してくれとるから。いや、はい、大丈夫です。オッケーっす。放流？放流。うまいよ。ああ、よかった。自分のクーラー汚れんで。なんか当たりました？うん。ハゼかメゴチやな。あ、またメゴチ釣るんですか。うん、これはけど、うん、ミニマム。でもそれしだしてなんかやっぱついてない当たり方がちゃうな、うん、ついてないな、ついとんかついてないんかわからんぐらいのレベルの大きさやろうな。あ、ついてないな。
あ、ついとるわ。お、白いんじゃん。ハゼ。いや、白いで。ハゼハゼ。キスキス。ハゼハゼ。いや、キスやて。ハゼやって。やっとるやん。あ、ほんまや。やりましたもう。もう。ついに、ついに今日1匹目ですかね。ええ。1匹目。目ごちやったら、さおがしらかもしれない。そうですね。目ごちやったら、さおがしら。ついに。これナイスサイズでしょ、この青い。青いキス。そっちじゃない。そっちじゃない。あ、落ちた。あ、落ちた。今回の魚神の釣り行かれへんはですが、まあキスは渋いながら、このね、低気圧が来て、まあ天気も悪い、天候が悪い、気温も低いという状況の中、こんだけキス釣りました。はい、キスのシーズン到来してます。これからね、どんどん良くなっていきますのでね、あの皆さんも、張り切って頑張ってやってみていただきたいかと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。はい、こんな感じで。なんちゅう顔しとんすか。